んばんは、スタジオコホクです。イエーイ。今日はずらっと女性ばっかり並んでるぞ。なんか華やかな感じ、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、今週も、田村駅すぐそばにあります株式会社キャンセさんのスタジオを借りして生配信でお送りしてまいります。暑くなりましたね。今日もちょっとね、結構ムシムシムンムンしてるんですけど、うん、さあオープニングね、最初ご覧いただきましたのは、この間の日曜日ね、暑かった。なんか各地でさ、はい、もう30度になったとこも多かったんですけど、ね、真夏にね、長浜町の豊公園の噴水広場だったんですね、うん、あのやっぱこう暑いとあの噴水がブワーッとね、勢いよく上がってるのがすごい気持ちよくって、ちょっと取材で回ってたんですけど、あの噴水なんか見とれて癒されちゃって、そのままぼーっとしばらく眺めてましたね、うん、はい、いろんなお子さん連れもね、たくさんこう行って、あの出たり入ったりして、なんかこうわー上がるとわーとか言って手叩いてました、ね、あ、いいですね。なんかあのあれで胴上げされたらどんな気分かなとか思っちゃって、噴水の噴水の胴上げなんか気持ちよくない？ああ暑い日なんか上がります？ダメかしら。私上がるような気がするんですけど、でも終わったらそうですね。ちょっと一回試しに今度じゃあケミさん、ね、お願いします。こっそりね。はい。はい、さあその豊公園にはね、まあ、気候が良くなるといろんな方々がね、いろんなことしに訪れる、まあ、散策もされてるんですけど、こんなね若い子たちに会いました。続いての写真ご覧ください。はい、これ何してるか分かる？何してるとか、ねぶちゃんどう？これスケボーですよね。そうスケボーです。なかなか決まってるでしょ、ね、もう一枚あります。これも結構高くも高いですね。ちょうどあの今木で隠れてるんですけど、その向こうにお城があるっていう感じでね、あのお城のこっちが大きい駐車場がほら今できたでしょ。 そうですね、その一角のところでこんな風に、はい、あのスケボーに講じてる男の子たち。へ、で続いての写真でこんな感じで笑顔を向けてくれたんですけど、これ、ね、長浜の人、それから彦根から来てる人、それから前原の人、一番年若はね、あの2列目の右から2人に、ね、13歳とか言ってたかな、中学生、13歳、うん、ま、あとはあの友達、もともと学生時代から友達同士の子もいれば、うん、ここでこの日にそれぞれがスケボーやってて、なんか意気投合して、じゃあ一緒に練習しようぜみたいな、へっていう人たちもいたそうですよ、ね、あの代表の上田君ありがとうね、すごいかっこいい子たちで、爽やかで、ね、笑顔がいいです ね、たまたまいたんですよこの子たち、うん、そう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 、で私が一本釣りちゃう7本釣りしたかっこいいでしょう、ね、うん、あの実は動画でもね撮らせてもらったんで、またあのその動画の方はちょっと別の場面で、はい、またご紹介お披露目ねさせていただこうと思います。まあ、こんな感じにあれだね、やっぱこうなんか天気のいい日に、お休みの日にいろいろ回るといろんな楽しい人たちに出会うんで、またこれからもまたちょっとね意識して釣りに行こうかなと、ね、さあそんなのでもジミちゃん毎週やってくれてるんですよね、はい、はい、続いてジミちゃんのお写真お願いします。はい、お、はい、こちらはですね、うん、予後小中学校で行われました、うん、バイオリンとピアノと声楽によるクラシックライブということで、うん、これもあの 毎月あのあのリンコさんとか浅井文化ホールさんとかでやっておられるところを、今回はその予後の小中学校をお借りして、こういった形で、バイオリンとピアノのコンサートがありました、うん、これ毎回あのまあ、大きなホールではなくて、わざとこう小さなホールで身近にこうあの音楽が聞こえるようにということで、あ、本当間近だね、はい、ピアノのあの至近距離みたいな、そうですそうです、はい、至近距離、うんうんうん、で今回はあの右におられる森谷由里さんも声楽として参加されてまして、はい、すごくあのいい感じというか、うんうんうん、であのこのお借りした会場もこれあの 小中学校の、うん、あのお昼ご飯を食べる部屋なんですけども、うんうん、すごくこう立派な部屋で、綺麗だね、はい、うんうん、あ、じゃあみんながここに集まって一緒に食べるの？あ、そう、皆さんがここに集まるそうです、はい、あ、そう、予後小中学校ね、今年ね、はい、あの統合して本格的に始まった、ね、とこですもんね。私たち小さい頃ってなんか学校の教室で食べたような記憶があるんですけども、そうだね、なんか昔だからでしょ、チョークの飛び交ってた教室でしょ黒板があったね、ね、でもほらあのなんか、はい、一般の方もこう入れたの、はい、今回はですからあの、
誰でも入れました。そうなんだ。地元の方もたくさん入ってこられてましたし、であの今回もこれ毎回そうなんですけども、うん、実際にこのプロのあのバイオリニストの方が、うんうんうん、あのその演奏終わった後に皆さんこう興味のある方、うん、バイオリン弾いてみませんかということで、こういう形で今ね実際に教わりながら、はい、じゃあ弾いてるんだね。そうなんですよ。すごい経験できるね。バイオリンなんて普通あんまりねないもんね。そうなんですよ。そうですよね、うん、私ブラスバンド部ずっとやってましたけど、うんうん、触ったこと一回もないですバイオリン。へえ、いやここから将来またねなんか音楽の道に、ね楽しみですよ。そうなんね、行く人もいるかもしれない。はい、今回もね、50名ぐらいの方が来ておられて、うん、すごくこう、だからあの椅子も最初用意していた椅子も、うん、後で何度も何度もこう追加して、うん、たくさんいらしてくださったんで。いいね、間近で至近距離で楽しめるらしくね、はい、やっぱ本物だもんね。そうなんですよ。皆さんプロの方ですからね、うんうんうん、あのピアノの方もバイオリンの方も。うん、素敵。はい、やっぱなんかちっちゃい頃からそういう本物にね身近で触れてるといいだろう ね、 ね、うん、はい、さあ同じ予防からはまた別の写真が届いてますね、はい、その予防のバイオリンを聞いた後に、うん、こちらはの善成寺の方に、はいはいはい、すぐ近くにありますので、うん、これ雨上がりだったんですけども、うん、善成寺に行きましてアジサイ、まあ、あの善成寺はアジサイ寺と言われてますので、うんうん、ちょっとアジサイを取りに行ってきました。うん、はい、ちょうど今が一番見頃みたいな感じですかね。あ、本当、はい、さあそしてジミーちゃんならではのドアップ写真が、ね、はい、至近距離ですね。至近距離、はい、まあ、どこで撮ったかわからないぐらいの善成寺ね。あ、これ善成寺ですね、はい、決してあの八幡宮ではありません、ね、うちの庭ではないよね、はい、お、すごい、え、なんかいる。あ、これね、上にあのバッタが、あ、バカエルじゃないですか。カエルだと思います、これは。カエルですね。アジサイと雨といえばカエルですよね。すごいね。お花ぐらいやから。本当だね。山カエル。一輪の分だもん。横なんでもあのちゃんと見つけるね。まあ、はい。こういうのは見つけるのが趣味なの。趣味なのね。はい。マクロの目を、ミクロの目、マクロの目、どっち。目は悪いんですかね。目は悪いんですけども、なんかこういうのすぐ気づくんですよね。なんかね。すごいわ、いろんなところに目があるんじゃない、体に。さあもう一点、はい、お花の写真も、はい、こちらは、お、こちらはですね、うん、あの前回去年もここで紹介させていただいたと思うんですけども、うん、NPO 法人つといさんで、うん、ハスの花、ハスをですね、うんうんうん、まあ、去年から栽培をされ始めたんですけれども、うん、まあ、そこに先週行ってきまして、うん、あのどん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 これハスの花が広がってるんですよ。へー、あの去年はね、あのまだあの終わってるところが少なかったんですけども、うん、今回今年行きましたらもう谷、あの山手の方から、うん、あの民家の近くの方まで、うん、もうすごい広いところを、あのハスを植えておられまして、これ皆さんでやっぱあの植え付けもされたんですよね。はい、そうなんですよ、うん、はい、地域の人ね一緒に、ね、あ、綺麗、ね、でまだね、あのハスの花はまだまだ咲き始めなので、うんうんうん、まだつぼみもたくさんあるんですけれども、うん、これからが7月から8月の中旬ぐらいにかけてが、まあ、見頃かなという感じですけど、綺麗、うんうん、はい、な、あの 花ももちろんですけど、ハスの葉って面白い ね、はい、ね、なんかね、ほんとお皿になるみたいな感じ、あの完全に水をはじきますよね、ハスの花ってね、はい、コロンってね、そうなんですよ、コロンコロンってね、うんうんうん、で今回ちょっとね、うん、新しい発見というか、ほう、なんだ、あの集いの川村さんがたまたまいらっしゃったので、はい、まあ、いろんな話を伺ってたんですけども、うん、これこんなん知ってるかって言われて、何かと思ったらこれね、これハスの花の茎というのか、なんていうのかちょっと言い方よくわからないんですけども、うんうん、このまあ一応茎と言ってきますけど、茎をこうポコッと割ると、うん、これね、あの糸を引くんですよ。え、これはあの粘着系の糸なんですか。粘着じゃなくて繊維系なんですね。なんでめぐちゃんそこ詳しいの。どっちなんかなと思って、なんかネバッとしてるようにも見えるしと思って、うん、ネバリ、まあ、ネバっていうじゃなくて、ほんと繊維で、あの聞くところによると、うん、これで糸を作って、うん、本当にこう着るものとかをあの作るそうなんですね。すごい。でもう一つ面白いのが、あの断面がちょっとあの小さくては分からないんですけども、うん、この茎の断面もあのレンコンのように穴が8つから10ぐらいね、そうそう、歩いてるんですよ。これもびっくりしまして、え、こんなに穴が開いてるんだと思って。水が運びやすいですね、はい、あ、本当だ、あ、本当だ、本当だ、すごい、
で今回あの川村さんから2本2輪っていうのか、うん、あの蓮の花をいただいて、うんうんうん、であの持って帰らせていただいたんですけども、うん、ちょっと気をつけてほしいって言われたのは、うん、あのこうポンプアップをしなきゃならないんですって、うんうんうん、でこの茎のとこあの茎にこう水を吸い上げて、うん、まあ要するに押し込むみたいなんですよね、うん、で自然ではなかなかこう吸い上がらないので、うん、そのかあの花瓶とかそんなの刺す時には事前にこうちょっとこう水をこの茎の斜めに押し込んでやって、うん、それでこう飾ってやると、うん、あの長持ちするよというふうに言われて、はい、そんなのもね知らないよね普通に知らないんですよね、うんね、あの NPO 法人集いさんはね蓮を生かしていろんな特産物のね、うん、開発いろんなのしてて、はい、あのこの間蓮まんじゅうもいただきました。あ、そうですか。すごい美味しかったですよ。まんじゅうがあるんですか、うん、で色がねやっぱちょっと蓮 の桃色、蓮の桃色って変だけどさ蓮のピンク色を使ってあってすごい、はい、あの穏やかな優しいお味でした、ね、あのね蓮の花ってすごくいい匂いがするんですよ。そうですね。あのね、ハスってこう結構遠くからしか見ることがないんですけども、うんうんうん、まあ、今回ちょっとあのハスをこう本当にこう鼻先で匂いを嗅がせてもらったんですけど、何、うん、とも言えないこうなんか甘いというのか、ほんのりとしたいい匂いというのがちょっと表現が難しいんですけども、うん、なんかこうふくよかなというかふくふくと、うん、こうあの鼻をくすぐるような感じ、ね、一度ね機会があればね、どっかで変えていただきたいんですが、今年も、ね、やっぱり、ね、スポーツの森なんかもね、ハスの花ないですし、ねやっぱね、カラスマントもなくなってますし ね、あちらこちらで。これあのあれですか、集いさんのこのハス池は一般の人も見に行けるんですか。あ、もうはい、行けます行けます、はい、ちょっとあの田んぼ道行かなきゃならないので、うん、駐車場とかがあんまりないので、うん、あんまりこう大勢で押しかけるとちょっと住民の方が、うん、あの困られるかもしれませんけども、うん、あのゆくゆくはあのこうシャトルバスを使って皆さんに来ていただきたいなというのが川村さんの近い将来の夢として持っておられるそうです、うんうんうん、はい、またその時はじゃあ、はい、ぜひ皆さんとね、押しかけはしないけど見に行こうはい、幸福な風景のコーナーでした。ジミちゃん、ありがとうございました。さあ続いては今週の特集です。今週の特集はこちら、じゃん、長浜女性会議、長浜の女性今これから、ね、ちょっといつものスタコ法よりは若干こう硬派なテーマがついておりますけども、まずちょっとこちら皆さんこれご記憶にありますか。めぐちゃん、これちょっと読んでくれる、うん、私作る人、僕食べる人、うん、でこれ聞いて、うん、あーって思う人はまあ一定以上のね年齢の方だと思うんですけど、私含めてね。めぐちゃんちなみにこれ知ってた？知らないです。知らなかったね。キャストお二人ももちろんね、知ってますね。はい、ジミちゃんも知ってますね。これはですね、あの40年ちょっと前になるんですかね、はい、あのコマーシャル、テレビコマーシャルで、このキャッチコピーが使われて、まああの当時かなり話題になったというか、まあ、良い話題ではなくて、どっちかというとね、批判って言いましょうかね、まあ、今の世の中で言うとあのよく使われるなんか炎上っていうんですか、結構ね、はい、あの話題になった、まあ、批判されたセリフだったんですね。でこれ意味わかる？レミちゃん。わかります、わかるのはわかります、うん、どういうこと。料理ですね、女の人が作って男の人が食べるっていう、うん、家事はだから女がするみたいなニュアンスのことじゃないですか。そうですね、そうね、はい、っていうね。でもちろんそれね、あのちょっと社会的にね問題になって、でもコマーシャルはこれは中止になったんですよね、確かね。そうですね、中止。でも40年前からそうだったんですね。そう、はあ、まあ、それからね時を経たんですけど、うん、さて世の中はどうなんだろうということで、今そんな話題をね、したいと思います。あのチャットっていうのもありますので、もしよかったらね、あの見てのご感想とかご意見とかね、よかったら気楽にね、あのパソコンで見てる人は下ですね、画面の下の方にこう打って、で送信していただくと私たちにも届くようになってます。もう早速ね、としなさん、いつもありがとうございます。こんばんはっていただいてますね、ありがとうございます。こんばんは、はい、こんばんは、まあ、こんな感じでね、はい、あのご意見などもね、いただければと思います。さあ、ということで、ゲストをお招きしております。お二人、ご紹介いたします。まず私のお隣です。
長浜市パートナーシップ推進協議会会長でいらっしゃいます広部京子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。実は広部さんと私浴衣姿ではね何度かお目にかかってです。あの長浜の夏祭りの時ね、はい、なんか私服でお目にかかるんですか。初めてなんかまだあのモダンな感じで、はい、でもすごいスタイリッシュですね。ありがとうございます。普段はどんなことをされてちょっとね、はい、ご自身のプロフィールもちょっと、はい、じゃああちらで見ながら、はい、私は普段はエステとリラクゼーションサロンのハンナリーを、うん、今一人ですけども、はい、やっております、うん、で現在は長浜商工会議所女性会で、うん、活動してまして、うん、一応役員させていただいてます、うんうん。で長浜市の、これとまた違う、うん、もう一つ長浜市の方で、うん、パートナーシップ委員会というのがありまして、うん、でその委員もさせていただいてまして、はい、でプライベートでは、うん、もう17年ぐらいになるかな、うんうんうん、よさこいを、はいはい、させていただいてまして、うん、今は花日より赤さたなという知ってます、はい、チーム の、はい、の役員をしてまして。そうだったんですね。立ち上げの時から活動させてもらってて、うん、現在も踊らせてもらってます。じゃあ私多分その踊ってる姿もぴったりのやっぱり祭りで、ね、そうですね。あ、そうだったらもういろいろね、されてますね、はい、一番力入れてるのは何ですか。やっぱお仕事、一番力入れてるのは仕事です、うん、次は、今はこのやっぱ長浜の女性活躍を、はい、していきたいと思ってるので、うんうん、このパートナーシップの方を今現在は頑張らせてもらってます、はい。じゃあそのね、お話題はまたね、この後でゆっくり伺います。さあ、そしてお二人目のゲストです。長浜バイオ大学とそしてお茶の水女子大学非常勤講師をされています松島悦子さんです。こんばんは。よろしくお願いします。松島悦子さんは前お電話でね、そうです ね、はい、お話しさせていただいて、長浜子育て応援でした。応援、ね、そうですよね、フェスティバルね、あれも大成功でね、そうなんです、お疲れ様でした。今日は、ね、この話題でなんかいっぱい、要は大学で教えてらっしゃる。そうです、そうですね。4月から長浜バイオ大学で、うん、でずっと前からお茶の水女子大学、お茶の水女子大学って東京ですよね。行ってます。行ったり来たりして、はい、で秋からは、うん、この秋から10月からは京都女子大学で非常勤講師をすることが、はい、すごいですね。もう東へ西へ、あ、そうですね、ね、本当にね、旦那さん大変だろうなとか思っちゃうんですけど、どんな人かなってちょっとすごい気になるんですけど、そう、今日その話します。どうします。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。そしてこのコーナーね、もう一人、はい、自己紹介お願いします。はい、はい、あ、長浜のめぐみです。お願いします。あ、よろしくお願いします、ね、ちょっと若干年代がね、3対1で、はい、若干分かれるか、ごめんなさい、ひろみさん。いいです、こっちですから。私、MC ケミです、ね、まあ、いろんな、ね、ことをこう今日はちょっとざくばらにね、語りたいかななんて思ってますが、さあ、こんなメンバーでいくんですが、まずじゃあ、この長浜女性会議とか、それからこれを主催されるとかね、ひろみさんのが会長されているパートナーシップ推進協議会、これどんなね、団体でどんなことやってるのかなって、ちょっと最初に、はい、お話しいただけますか。はい、はい、長浜、このパートナーシップ推進協議会、長浜市パートナーシップ推進協議会っていうのは、うん、まず長浜女性会議、この今やろうと思っている長浜女性会議っていうのは、うん、その長浜市パートナーシップ推進協議会の事業なんです、うんうん、で長浜市パートナーシップ推進協議会っていうのは、はい、長浜市男女共同参画行動計画を実践する市の外部団体になります、はい、で私広部が会長させていただいてまして、構成メンバーとしては主に市民が一応100名登録、はいはい、登録しております、うん、で事務局は長浜市の人権施策推進課になっております、はい、で市の委託事業として、一つは長浜女性会議で、もう一つは
あの上照町にある、うん、あのロコさんで、はいはい、子育て応援の、はい、ロコ、はい、うん、マザーズカフェの開設をさせております、はい、で、あのそのロコさんでそのマザーズカフェの開設をしながら、うん、女性の起業のスタートアップスタートアップ講座セミナーとか、うん、就業相談などを、うん、あの事業として、うん、させてもらってます。そのだからその委託事業の一つとして、うん、あの長浜女性会議を今回計画いたしまして、うん、7月の14日と15日に開催する予定になっています、うん、なるほどね。第1回っていうことですもんね。なんかまああの、うん、開催するのでいろいろ右翼セクスあるんだろうなとかねすごい大変だろうなっていう思いがあるんですが、はい、あ、なるほど、女性会議分かりました、はい、パートナーシップ推進協議会分かりました。これ先ほど市民100名とおっしゃいましたけど、ただ女性が多いんですか。いや主に女性、うん、一応の、輝きっていうのを作った、うんうん、の人材バンクなんですね、はいはい、人材バンク輝きっていうのがありまして、うん、そこには一応女性が登録っていうことになってまして、うんうん、そこに登録されてるのは女性なんですけども、うん、その他にその長浜市パートナーシップ推進協議会の中には、うん、あの男性 の、うん、あのメンバーもおりまして、男性もいらっしゃるんですね、はいはいはい、の男性 の、 方あのメンバーもおります。その一応、まあパパ代表ではないですけども、あのそういう観点からいろいろ協力はしていただいてます、うんうんうん。やっぱりね、女性のことを話すから、まあ、女性はもちろん関わってほしいけど、やっぱ男性もね、はい、関わってほしいですもんね。いろんな目線でね、はい、そうです、はい、ああそうなんですね。あのロコさんはね、はい、うちも取材もさせていただいて、私も時々お邪魔してるんですけど、まあ、やっぱ子育て真っ最中のね、あの方々が頑張ってらっしゃいますよね。とこっちの長浜女性会議はここからはね、いろいろ取材になってくるわけなんですけどはい、なるほど、分かりました。でじゃあ逆に今長浜って名前がついてますけど、そもそも女性会議ってね何ってあたりを、はい、ちょっとじゃあ増山さん、はいはい、お話しいただけますかね、はいはいはい。女性会議っていうのはそもそもは、うん、国連 の、 あの、はい、世界女性会議っていうのがありまして、ほうほう、それが、まあ、発端になっているんですが、そしてその日本版が日本女性会議ということで、うん、その辺からちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、はい、はい、世界女性会議です、うん、はい、あの女性の地位向上を目指します国連の会議で、はい、国連憲章で、あの平和で公正な社会を達成することというのが、うん、約束されていまして、うんうん、そのために公衆あらゆる分野で女性が平等な立場で全面的に参加することが必要という考え方のもとで、これまで4回開催されてます、うんうん、はい、ということはこれはやっぱ各国がもうこれ絶対進めなきゃいけないということなんですよね。そうです、もう世界各地からそういう考え、ね、うん、声が上がって、それでも絶対やろうということになったんですね、うんうん、これは1975年、はい、メキシコシティが1回目ですね、うん、それからコペンハーゲン、ナイロビー、北京とあるんですが、この4回なんですが、うん、その後も北京プラス5、北京クラスプラス10、うん、15、うん、20まで来てます、うんうん、実はここにないですけれども、はいはい、2015年も実はニューヨークであったんですね、女性の地位委員会というのがあって、うん、で北京で、採択されたいろんなことを、うん、見直しを行って進めているということです、うんうん、はい、男女共同参画、ね、言葉はね、うん、よく聞くし、男女平等っていうのは、まあ、もちろん必要なんだろうなって、みんななんか頭では分かってるんだけどね、めぐちゃんね、具体的に何がどうダメなのとかね、うん、何どうしたらいいのっていうのが、まあ、分からないっていう方多いんじゃないかななんて思うんですけど、もう具体的になんかこうやっぱ課題とか、そうですね、国連のその北京で、はい、みんなでこう議論された、うん、重要な緊急を要する課題があるんですけれども、はい、じゃあリストを、ね、見ながらお願いします、はい、はい、あるんですけれども、うん、これを見ますと、オレンジにしたのは私たちに比較的関係あるかなっていうのをちょっとオレンジにしたんですが、うんうんうん、一番上 の、 貧困っていうのも、はい、女性 の、 その母子家庭とか、うんうん、高齢 女性の一人暮らしとかで貧困の問題、日本でも問題になってますけれども、うんうん、
3つ目4つ目ですか、うん、女性に対する暴力、これ DV ですね、うん、ドメスティックバイオレンスの問題とか、うん、それから、権力と意思決定の分担における、うん、男女の不平等、うん、今すごく言われてますね、うん、管理職の女性が少ないとか、あの政治に参加する意思決定ですね、そのレベルの、うん、なんていうんですかね、国の政策を決めるとか経済的、うん、経済の分野でも、うん、その会社 その役員に女性が、うん、ほとんどいないとか、うんまあ、そういうことを 今 とても言われてますが、はい、そういうことですね、はい、それから女性の地位向上促進の仕組みができてないと、うん、なかなか女性がそこのそういう意思決定 の、うん、ところに行けないっていう、うん、それ仕組みの問題だっていうふうに言われて、例えば会議をするんでもね、男性だけだと男性の都合のいい時間帯になっちゃって、うん、女性参加できないと、いつまでたっても参加できないとかありますよね。でしかも長かったりとかしていつまでも終わらないとか、うん、やっぱり女性が迎えに行けない、ね、そうそうそう、うん、女性が入りやすいようなね、そういう仕組みができていない、うん、それから女性の人権の尊重の欠如ですね、うん、まあ、女性をこうなんていうんですか、支配するようなね、はい、女性を従属的な存在として、うん、まあ、言葉遣いもあるかもしれないけれども、うん、まあ、いろんなところでそういうのは散見されると思いますね、うん、それからですね、一番最後の女児の、うん、女の子の権利に対する持続的な差別、うん、侵害っていうのは、うん、もうこれは毎日のように小さい女の子、一番こう弱くて、うん、弱く、まあ、可愛いですけれども、うん、弱い、そういう子にこう犠牲、そういう子たちが犠牲になる痛ましい、うん、事件が多発してま す、うん、そうですね、ですからまずは小さな女の子を守ろうというような、うん、でそういった問題がたくさんあります、うん、でそれが今まあ、北京で採択されている、うん、北京宣言っていうのがあるんですけど、はいはい、その見直しを行いつつ、またさらに進めているという状況ですね、はい、今、まず、エスコさんあえて飛ばしたのかもしれないですけど、何ですか、メディアの女性、あ、そうですか、そう、あ、そうそう、ごめんなさい、さっきのあれですね、はい、そうです、そう、つかみにね使ってくださったのにね、飛ばしました、はい、いや私やっぱね、これも結構、そうです、すごく大きいです、いまだにやっぱりコマーシャルよく注意してみますと、母親がねご飯作ってたりとか、そう、何回も何回もこうおかわりをするような、お父さんと子供がご飯食べておいしいおいしいとは言ってくれるけれども、作ってるのは母親とかね、それから洗濯するのは母親とか、もう当たり前のようにまた固定観念がまだまだあると。少し変わってきていますけれども、俳優さんがね、自分で西島さんとか、はい、ね、コマーシャルで、うん、嵐もやってますね、やってますよね、さまざまな家事を彼らが分担してしてますよね、うん、はい、私ね、コマーシャルで思い出して、ちょっと話それるんですけど、洗濯洗剤のコマーシャルっていろんなほら、ね、某ラーなんとかとかね、あるじゃないですか、あれね、やっぱり洗濯のシーンで絶対女性しか出てこないんですよね、ずっと長いこと、うん、そうですね、なんか洗濯もこうパタパタしてるのとか絶対女性なんですよ、うん、でエプロンしたりして、あれなんかすごい不思議だったんですけど、ある時、あ、これええわと思ったのは、なんだっけな、男の人出てきたね、玉木宏だっけ、すごいいい匂いだね、ふーってやった、女性男性ばっかり出てくる、あ、最初の多分初期の方のボールド、ボールド、ね、うん、多分青い時のまだピンクじゃない時の、あれね、すごい画期的だなって、個人的にはちょっと拍手してたんですけど、ね、だからってうちのね、まあ、うちの旦那さんは洗濯好きなんですけどなんかだからやっぱりそのマスコミ、マスメディアのね、すごいな、そうですね、意識して、そういうふうに、日本で女性がやってたことをあえて男性にしてもらうような、うん、そういうコマーシャルも少しずつ増えてはきてるんですけど、うん、やっぱりまだあります、うんうん、ですね、多分女性がやってる方が多いんじゃないかなと思いますね、なんかそれがほら、個人のね、能力、得意だからやるとかだったらいいけど、なんかね、そうじゃない、女性だからやるっていうせいでね、固定するっていうのは少し、まあ、これからお話ししますけれども、はい、はい、じゃあちょっとその辺、はいはい、続いてのじゃあ資料、はい、見ながら、それでですね、はい、で女性会議っていうのがあるわけですけど、これ独立してこう女性会議だけでやってるわけではなくて、はいはい、皆さんもよくご存知だと思うんですかけれども、SDGs、うん、これは2015年から2030年にかけて の、うん、国際社会の共通目標になっている17の目標があるわけですけれども、うん、具体的にあるんですね、あるんです、はい、
これはあの企業の CSR とか見てみますと、だいたいこういったアイコンが自分たちの、あの会社は、企業はあのこういうことであの SDGs にこう貢献してますよっていうような、あのほとんどの会社が多分取り組んでいる。せっかくね、ちょっとね、名前だけでも紹介していきません？はい、はいね、まずあの SDG って何ですか？ SDG すみません、はい、サスティナブルデベロップメントゴールズなんですけれども、はい、持続可能な開発の開発ですね、はい、開発の目標っていうのがゴールズになるわけですけれども、うんうん、世界を変えるための17の目標、うんうん、そうです、うん、そうです、はい、あの飢餓をなくすとか貧困をなくすとか、うん、飢餓をなくすとか、うん、それから保険、うん、あらゆる人にその、うん、保険が行き渡るようにとか、うんうん、それから教育とか、うん、あのもちろんあの環境ですね、うんうん、環境とかエネルギーとかもそうですけれども、うんうん、あとイノベーションですね、うん、技術開発とか、うん、それから、まあ、なんだろう、生産とか消費とかその辺もそうですね、うん、住み続けられる街づくりっていうのもね、結構簡単に書いてあるけど深いですよね。そうです、うんうん、でどれも全ての人が対象ですっていうふうに書いてあるんですよね、うん、だからまあ 男女、5つ目にあのジェンダーの平等を、はい、あの実現しようっていうのがあるんですけれども、はい、それはまあ男女、うん、もうここに入ってますよっていうのを紹介しようと思ったんですが、うん、他にも他の目標でもあの男女っていうよりも全ての人を対象にしますっていうふうに述べているんですね、うん、ですから、まあ、男女も女性、あの男性も女性も、そして全てのこう 少数者とか弱者も含めて、多様な人々が尊重されなければいけないっていう、それそういうあのゴールズというか目標なんですけれども、こういった考え方はもう世界の潮流になっています。あれですよね、なんかでもほら、なんていうの、総論賛成格論になると、そうですそうです、なんかね、いやうちはとか、なんかそういう結構ありますよね、なんか正直ね。めぐちゃん、今のとこまでどう思った？なんか率直に、率直に、うん、どうぞ、いいよ、率直な感想。でもだいぶ男の人が結構家事とか手伝ってくれるようにはなってるなと思うけど、やっぱりまだね、半々でやってるところは少ないし、やっぱりまだ女性が多めにやってるところは多いんやろうなと思いますけどね。今手伝うっていうね、そんな感じですね。あ、そうですね。食事に関しては、まあ、ほとんどの普段の食事作りをしているの 8割以上が女性ですね、うんうんうん、あ、8割、まだ8割なんですね。男性は多分土日とか、うん、気の向いた時とか気が向いた時、平日ね、あの普段になっているっていうわけではまだまだないと。なんででしょうね、どこでそうなったんだろうね、不思議ですね。これからね、あのデータ出していきますけどいかに女性が大変、はい、でこういうことがあります。はい、はい、じゃあ次は、何が出てくるかな日本女性会議の話ですかね。はい、はい、で、このようにあの世界女性会議っていうのは、まあ、進んでいて、 SDGs も、うん、あのこう世界的に取り組んでいる共通目標なわけですけれども、日本でもあの日本女性会議というのをあの、1975年婦人年というのがこの年なんですけれども、うんうん、それからの10年を、国連婦人の10年というふうにあの定められていまして、これを契機に日本でも男女共同参画社会実現に向けて日本女性会議がスタートしています。で、1984年第1回あの名古屋ですねを皮切りに、毎年どこかでやってるんです。ずっとやってる、そうです。県庁所在地だけではなくて、今年は、金沢ですね、石川県の金沢、それから来年は佐野ですね、それから2020年は刈谷ですので、決して大きな市だけではないんですけれども、私ねこれ見てすごい思い出したけど、2003年大津、そう、大津もあるんですよ。これ私行きましたっていうか、あのなんか喋った記憶がありますわ、前パネラーの一人ですごい忘れてたなとか思ったけど、今見て思い出しました、はい、あの当時は、主婦の女性あの情報誌 B メールっていうのをやってたんで、それの代表として、はい、参加させていただきましたわ。水江さんの大津、多分大津だと思うんです。それは十分に、はい、ご存知ご承知っていういやでもね、あのほらそういういろんな団体の代表でね、まあ、ちょっとこうね、あの呼ばれるっていうのも正直あったので、まあ、よく分かって参加してるっていう
わけでもなかったかもしれないですね。まあ、自分 の, その、ね、やってることをなんかこうあの話してみんなでパネルディスカッションみたいなっていう感じでしたね。あのここにも書いて、うん、あさっきのね、スライドにもありましたように、はい、あのその各地でねあの行っておりまして、持ち回りで行っておりまして、シンポジウムとかね、今のパネルディスカッションみたいなこととか、講演会を開いたりとか、活動事例を紹介したりとか、あの取り組みを学び合ったりとか、まあ全国規模で志を同じくするような人々が集まって、何千人も集まるそうなんですよね。で交流してネットワーク化を図っているということなんです。でね、本来というか当初は2021年ですか、うん、に長浜に持ってきたかったんですね。このオレンジで端の方に書いてありますけど、その2020年の隣に持ってきたかったんですけれども、うん、よく考えてみると何千人もね、いらっしゃる参加者がいらっしゃるということは、どこの会場でやるんだろうかとか、宿泊はどうしようかとかね、それから女性会議って言ってもみんなほとんどの人が知らない、知名度が低い、周知まだ全然されてないという状態ですので、やっぱりもっとしっかり準備をしなければ、あの持ってくることはできないなっていうことで、いずれいつか長浜にも日本女性会議を持ってきて、みんなであの盛大に開催したいなというふうに思っております。はい、でそのための第一歩が今回の長浜女性会議なんですね。でね、さっき言う世界の潮流とか、世界でその抱える、ね、重要緊急な課題というのをご紹介いただきましたけど、実際のところ日本、ね、はどんな状況なのかなっていうあたりをちょっと、ね、はい、でその前に、まあ、日本もね、あの法律とか制度はだんだん整ってきているんですけれども、まずあのそもそもですね、男女共同参画社会って一体何なのかっていうのをちょっと ご説明したいと思います。お願いします。男女共同参画社会っていうのは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、自分の意思ですね、によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、参画っていうのは参加と違うんですね、参加はただね、こうやって座ってれば何も言わなくても何も考えなくてもただ参加するってことはできますけれども、参画するっていうのは計画段階から、あの主体的に加わっていくっていうことが、あの参画なんですね。そうか、計画とか企画の核ですね。そうです、ですから、あの参画する機会が確保され、だから望めばどんな分野の活動にも、あの入れるってことですね、企画段階から、そして男女が均等に政治、経済、社会、文化的な利益を享受する、すなわち利益を得ることができる、それだけではなくて、そのいいとこ取りだけではなくて、やっぱり責任も一緒に負いましょうという、そういう社会を、ここかな、最後のところに責任も担うってあたりが、私はとか影に隠れちゃダメ、みるちゃんそんな顔してるぞ今、私そのタイプですね、だからまあね、確かに今ね、いいとこ取りだけじゃダメだっていう、そうなんです、それは確かにそうです、主体性を持たなければいけないんですよね。はい、これが男女共同参画社会です。それでですね、でこう進んではいるんですけれども、日本は、ちょっとじゃあちょっとこれびっくりするデータが出てきてますね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これはあのジェンダーギャップ指数っていうんですけれども、男女平等 の, あの度合いを指数化したものです、で政治、経済、教育、健康の4項目、4分野ですね、4分野14項目に関して の,、あの指数化したものなんですけれども、一番トップは、アイスランドですね。これなんか北欧の北欧の国が並んでますね。そうですそうです。もう、ね、進んでるんで寒い国ですね。うん、進んでます。はい、でも4位ルワンダ。ルワンダ入ってる。アフリカの。あれか。そう寒いね。ブキヤスで、あらニカラグアとかもね。フィリピンとかアジアの、ね、アジアほんと結構いいじゃないですか。そうですよ、10位に入ってるんです。そうで、その後あのフランスとかね、ドイツとか、ヨーロッパ諸国が日本はどこだどこだどこだって感じなんですけどあったよ。アメリカがやっと49位にありますね、49位、そしてその後中国が来てます、100位に、で日本はその下です、114位。えこれ世界、144カ国主要、世界主要144カ国中、日本は114位。毎年
あの落ちてるんですね。上がってな過去最低を更新してる。あらば、最低を更新。最低を更新してるということで。他が上がってってるんだ。他が、そうなんです。結局ね、相対的に日本も頑張ってるんだけれども、もっともっと他の国がもっと本気で頑張ってるんです、ね。なんでっていう感じでね、素直になぜっていう感じですよね。なんでだろう。じゃあ私ね一つね、思う、あ、いいですかこれ、またあの脱線したんですけど、あの歌。ナンバーワンにならなくてもいいからオンリーワンならいいっていうあの歌なんだっけ、スマップが、スマップ、あ、世界に一つだけの花、あの頃からちょっとね時代がさらに変わってきたような気がするんですよ。だからね、頑張らなくてもいいよみたいな、なんかそういう風潮ってちょっとなくないですか。だから、あのいいんですよ、自分のいろんなもう趣味、いろんな多彩な、ね、生き方があるって、それは大事なんですよ。多様な人々の多様な個性を重視するとすごい大事なんだけど、じゃあナンバーワンになるとかすごい頑張ってね何かを達成するっていうのはダメなわけじゃないじゃないですか。でもあの歌の人、あの歌が別に悪いじゃないんだけど、あれでなんか例えばほらかけっこで一等賞じゃなくてみんな横並びでゴールするとかね、いやー、ね、あのじゃあナンバーワンになるために努力するっていうことは無駄じゃないんだけど、なんかそれが称賛されない傾向にもひょっとしたらあるのかなとか、なんかね、だから女性を当てはめてみるとね、だからこれまあね、いろんなこと頑張ってるんだけど、あのその無理しないでもいいじゃんみたいな、なんかそんな、はい、無理しないでもっていうよりは、うん、多様であっていいっていうことだと思うんですね。その歌って多分、あのなんかね、いろんな道でそれぞれ輝けばいいんじゃないの、うんうんうん、っていう歌だと思うんですよ ね、なんかでもあれがなんか頑張らなくてもいいみたいな逃げ道になっちゃってるかなっていう気がちょっと私は個人的にはすごいしてるんですけど、話す、まあそれにしても日本がね144カ国中114位はちょっと不名誉なですよね、ちょっとっていうかかなり不名誉で、やっぱり頑張らなければならないと、もうちょっとこうなんていうか平均的なぐらいまでは行きたいと思いますね、そういう状況があります、はいはい、あとそれからですね、もうちょっとあの具体的な例を、あの示したいと思うんですが、次お願いしたいんですが、はい、現状を見てみますと、あの働く場ですね、これはあの上場企業 の、 あの管理職の管理職全体に占める女性の割合がこのオレンジ色です。で青いのはあの就業者全体に占める女性の割合なんですが、就業者青い方はまあまあそこそこ、日本が一番左側にありますが、あのそこそこ4割ですね、4割強ですかね。でも他の国はフランスとかスウェーデンとかはもう少しいってると、少し若干低いぐらいで、まあまあいいでしょうと。ですけれども管理職に、全体の管理職に占める女性の割合 についてはもう 13% です。日本は他の国は3割から4割、フィリピンなんて 46.6% ですからね、随分違うということがあります、ね、これについてはですね、ちょっと男性の会社人間のコメントもちょっと聞いてみたいかなと思って、ジミちゃんに入ってもらいました。ジミちゃんどうですか、これ今のこれデータ見て。あのうちの会社もそれ取り組んでまして、ちょっと数字ははっきりと覚えてないんですけれども、日本電産、まあ、日本電産ですけれども、はい、管理職、女性の管理職をちょっと何パーセントか忘れてしまいましたけど、何パーセント以上に上げるという目標を今上げてます。じゃあ目標を掲げてますね。ということは今実際はまだそこまでいってない。で例えばうちの方でしたら本体の方には女性の部長さんが今恥ずかしながらまだ3人か4人しかいらっしゃらないんですけども、まあ、人事部長今女性がなってますし、まあ、各ところで、その女性の方が活躍をして、であのそういうあの別に下駄を履かすわけじゃないですよね。あの先ほど欧米の、あ、じゃない、あの北欧の議員さんの数が非常に高いというのは、あそこはまあ意図的に戦略的にあの女性の数をあの枠を決められているので、どうしてもああいう形にはならないと思うんですけども、まああのうちの場合はそういう下駄を履かすんではなくて、実力を持った方が管理職になっていただくというのを今、それが本来の姿でもあります。そうですね、はい、女性 の、 そのリーダーになるための教育とか経験を積んでいただくとか、そういう今活動がもう相当積極的にあの企業の、それも企業の方に一回してもらわないことだよね、話ならもう、でも3割じゃないですか、まずは、3割以上っていう線が多分あると思うんですけど、公共のね、まあ、あの市役所とか具体的にね、県庁とかそういうところもね、もう数字を積極的にね掲げてますので、
私は実はあの、ね、仕事はあのその企業さん行って社員さんの研修をする仕事なんですけど、いろんな人事担当の方にもお会いするんですけど、最近やっぱりとかね、人事担当の方女性が増えてきましたね。はい、でやっぱりそういう方が出てくる会社っていうのは皆さんすごくずっと勤められてる、あのちょっと前まではね、本当に20年30年くらい前までやっぱりこう結婚とか出産とかその女性の人生のターニングポイントの時でやっぱり本当はやりたい続けたいんだけどやっぱり続けにくいっていうので、あの退職される、育休あの取れないで産休取ってから退職されるって方が多かったんですけど、最近はやっぱりちゃんと、あのそうですね、うちの場合も20年前、ね、30年前は寿大社だというのが一般的な形で、寿大社ね、名前ね、はい、すごい流行った。結婚するともうほぼほぼ9割以上の方が会社を辞めていかれる、うん、で今はどうしてるかというと、うん、結婚してあとお子さんが生まれても、うん、その会社に、いられるように、例えば、うん、まあ今どこでもやってらっしゃいますけども、まあ、育児休暇を設けるとか、うん、半日時短やるとか、あと1日休暇でなくて例えば半日休暇をあの設けるとか、うん、もう今は最近あの30分単位で休暇が取れるようにもしてますので、うん、まあ、そういった形でちょっとしたこうあのちょっと早く帰れなければいけないとか、うん、ああいう形であの少しでも女性の方にも、うん、働きやすい、うん、あの環境ということで、それをやっぱり企業は意識的には勤めてますね。だってほら、あの人材を育ててね、うん、ようやくできるとなったらパッと辞められちゃったら、うん、企業にとってもマイナスですもんね。うん、そうですね。はい、だからその辺はやっぱりその、ね、あの育てる段階でやっぱもうあの個人の能力に応じてっていうのを、ね、うん、されてる企業が増えてきてると思ったんだけど、でもまだこんなに、ね、そうですね。これちょっと2016年なので、うん、また変わってきてるかなと思うんですけれども、少しはね。でもだから逆にあれですよね、あの広辺さんなんかもね、もう自分でお仕事をね始められてから、そういうなんて言うんだろう、自営業というか企業、あの仕事を起こす方の人っていうのも増えてるかなと思う気もしますよね。広辺さんも最初からですか？いや私は、うん、まあ、あの独身の時は会社勤めしてて、うんうん、で結婚したら、うん、あの結婚嫁ぎ先が自営業だったの でその自営の手伝いをずっと子育てをしながら、うん、自営の手伝いをしてたんですよ、うん、でずっと自営の手伝いしてたんですけど、なんか自分の中ではやっぱもうなんかちょっとこのままでは終わりたくないなというか、うんうん、何かやりたい、漠然と何かやりたいってずっと思ってて、うん、でそれがまあ子供3人目が小学校卒業するタイミングで、まあ、たまたまこういろんな引き寄せがあって、で資格を取ることになって、うん、そこからずっとあの勉強しながら、うんうん、まあ、で起業しようかなと思ってやり始めました、うんうん、そういう道もある。今はこういろいろ選択肢は増えてきてるっていうことではですよね、うん、まあでもね、やっぱこうそのあの起業さんとしてはやっぱり、ね、女性を生かさないと、まあ、損ではあるでしょうね、そうですよね。だからこんなすごいやる気ない人を、ね、その結婚の時に失ってしまった会社は結構多分ね、そうしたなと今思ってると思う。いや、まあ、私も寿退社した方なんで。じゃあ私もでもそうですね、よく考えたらね、ていうかまあ結婚相手がたまたま東京からこっちに来たっていうのもあるのでね、とか戻ってきたっていうのもあるので、やっぱね、あのだから二者択一にどうしても なっちゃうのかな。ね、でも、エスコさんはそうじゃなかった、ね、私は、なんて言ったらいいかしら、うん、私はあの企業に勤めてたの、20年、うん、あの企業に勤めていて、はい、研究所で研究員をしていたんですけれども、うん、それであの大学に、うん、転職して大学教員になって、うん、それで、まあ今まで横浜に住んで大学の先生をしてたんですけれども、うん、じゃあちょっと待って、そのお子さん産んで育ててたっていうのはその会社勤めしながらの時ですか？そうですね、うん、そうです、うん、大変でしたよ私たちの時期は、うん、ですよね、はい、うん、ね、分かります、いろんな思いをしてます、うんうん、私はネット縛れちゃうけど均等法前の世代なので、はいはい、分かります、はい、私も痛くないけどとても大変でした、ね、これあの調べないとバレちゃうんだけどさ直前だったんですよねみたいな私の一つ下はそれ、あの均等法って分かる？
男女雇用機会そうですね、素晴らしいことでした、ね、なのでやっぱりカラッと変わりましたよね。だから総合職なんていうのその辺から出て、ジミちゃんその辺覚えてますか。はい、そうですね、うん、でも男性はもうそんな最初から選ぶなんてことなかったでしょ、うん、女性はだから選ぶんですよね、うん、総合職か一般職かっていうのはね、うん、それがすごい不思議だって言えば不思議ですよね。今はまあまた改善されてるんですけどね、うん、まあそうですか。まあ、女性の場合はね、うん、やっぱりこうずっと同じところに勤め続けるっていうのがなかなかね、いろんな要素が入ってくるので、うん、なかなか大変なことは確かですよね、うん、ですけど今はやっぱり先ほどのね話題にあったように、うん、あの制度があのきちっとできてきたので、しかもその制度を活用できるようにだんだんなってきて、うん、周りからこういろいろ言われないでを堂々と取れるように少しずつなってきているので、あのやっぱり勤め続ける人、子供があの小さいお子さんがいても勤め続ける人っていうのは増えてきてます。そのじゃあね、やっぱお子さんを産んで育てれた時に一番ね多分ね大変なんですけどね、皆さんね大変なんと思う。ちょっとその、うん、じゃあ、はい、育児、家事育児に関してちょっとデータ、はい、はい、こういうプラスのね前向きな話をしていたんですがこのデータを見ますと、家庭を見てみますと、うん、あの6歳未満の子どもの、 あの母親と父親の、うん、あの家事育児の時間、1日あたりの平均時間なんですね、うん、はい、で一番上が日本、はい、で、左側が母親、はい、右側が父親、間違いじゃないですよね。ないですね、なんか外れ値じゃない、はい、外れ値になっちゃってますけど間違いじゃない、うん、で女性を見て、あの母親を見てみますと、うん、1日あたりあの7時間41分、うん、まあ、手がかかるんですよね、6歳未満の子供を育てているそういう時期っていうのはとても本当必死なんですよね。それで他の国のアメリカとかイギリスか下にありますけれども、の女性たちも男性よりは、あの右側の男性たちよりはやってるけれども、圧倒的に日本の女性が働いているってことが分かる。日本の逆の言い方では日本の男性はやってないってことですね。男性は1時間7分です、うん、でちょっと前までは20分とかだったんですよ。だからそれよりは成長したなとは思うんだけれども、20分そうです、ほとんどねグラフに上がらないよう、ね、な見えないような、ね、数値だったんですね。これはちょっと聞いてきたんですけど、ひろみさんの時はどうでしたか。うち多分20分です。もう20分もあったかなみたいな。20分は何をしてくれたか覚えてます。多分ちょっと見てて、あ、ちょっと見てて、うん、あ、えつこさんのところ、あ、うちは、うん、そうですね、若い主人、今前の前に実はいるんですけどね、はい、子供が小さい時は何もできなかったです。あ、で今は何でもできます、ね、そうです、ね、すごく成長してたんですよ ね、まあ、ね、独身生活を、ね、何年かされてたから、今は何でも家事も、うん、育児は、ね、今はないですけど、ね、子供は見てくれましたけど、遊んではくれたけれども、うん、家事育児は ほぼ私でしたね、うん、じゃあジュミちゃんとかどうですか。私は当時は0分ですね。0分ゼロ。いやもうね、うん、家にいないんですよね。あ、そう、それ忙しくて、じゃあ遊びに行ってるんじゃ、うんうん、なくて、うん、もう家に、うん、もう会社に行ってるんですよ、うん、朝もともと早いもんね。もう6時ぐらいには行ってまして、うん、まあここだけの話ですけど、うん、昔ですよ、もう今は違いますよ、うん、昔は、うん、もうそれこそ1時2時も寝てましたから、残業、はい、でそれももう土日も関係なしになってましたからね、うん、まあ、でも成長企業ですからね、昔ですよ、今はそんなことないですからね、うん、今ではブラック企業とか言われるんですね。うちも言っちゃおうかしら会社に寝泊まりしてましたよ。あ、いやでもあのこの世代は多分そうですよね、うん、やっぱ帰ってこないんですよ、成長期で帰ってこない、うん、帰ってこない。うちの会社じゃないんだけど、自営業なんやけど、朝帰ってましたよ。自営業だったけど、ほらどこまでが仕事でどこまでがってね、うん、仕事に行ってるんか何してるんか付き合いも仕事も、ね、はいはいはい、それぞれ。あ、そうなんだよ。めぐちゃんね、新婚さんですけどどうですか。うちはもうご飯作ってくれますね、うん、あ、子供がいるわけでもないですけど、うんうん、私が帰って家でぐうたらしてたら帰ってきて、うん、ご飯作るわって言ってうちは作ってくれるので、すごい、ね、やっぱここやっぱちょっと年代の差があるから、うん、随分違いますね。だから今後に期待です、またね、子供ができた時にね、どんだけ頑張ってくれるかっていうね、イクメン目指してもらって、ジミちゃんなんか反省の言葉あるんですか。もう戻りませんけどね。そうね、うん、
戻らないというかね、うん、昔はそうしかなかったので、そうだよね、今はもうそんなことは。だって昔その時代にじゃあ仕事をあのもう切り上げて帰りますとかね、今日は残業できませんとか言ったら、なんか干されはしないけどね。それに近いもありますよね。近いもありますよね。あいつ何考えてんだ仕事とかね、みんながやってるのにみたいなね。出世にちょっとね差し障るみたいな、そういう時代ありましたので長くね。でも私もやってましたね。そうよね。10時とか。会社にいたりとかね、仕事好きなんですよね。いやだ、私もそうですよ、あの、私もその仕事、はい、会社勤めをしてて、ね、今は、まあ、あの仕事はしてますけど、そのいわゆるなんか一つ一つワンレッスンワンレッスンなんで、割と自分で選べるっていうのがね。でうちは社長が女性なんで、やっぱりあの、はい、あの産休復帰して復帰する人多いですね。さっきもうちょっと戻っていただけますか。はい、でさっきのを見るとグラフを出していただけます、うんうん、あ、はい、ありがとうございます、はい、で日本の男性は1時間7分ですけど、他のアメリカとかイギリスとかフランスちょっとあれですけれども、他のドイツ、スウェーデン、ノルウェーは3時間ぐらいですね、3時間以上のところもありますね、うん、スウェーデンの男性3時間20分、これ1日あたりやってくださってるわけで、平均ですからね。で日本の男性の場合は全くしないって人も含まれてますよ。それでやってる人は結構やってる。で平均値が1時間だっていうことです。であともう一つ言わせていただくと、日本の日本の女性はですね、あの共働きが今は多いですよね。小さいお子さんがいて共働きをしている方が多い。でそうすると外で働いている時間も含めると、世界でか分かんないけれど一番働いてますね、日本の女性が。もう特出して長い時間働いていて、だ そのために睡眠時間は一番少ないですね。日本の女性って本当けなげに、けなげです、ね、尊敬しちゃうね。う先輩方ももちろん今の方ですね。さあそんな中で長浜、はい、ね、はい、これ特徴、これなんかやっぱりあのアンケートかなんかしたんですけどね、続いてのそうですね、長浜市男女共同参画に関する市民調査ですね、はい、意識をあの市民に、長浜市民に聞いた調査ですけれども、うん、長浜市の特徴を見てみますと、うん、やっぱりあの長浜市も他のこうなんていうんですか、あの市と市っていうか他の地域と同じように、うん、都市的な傾向が出てきているんですね、うん、でゆっくりですけれども他に比べて人口減少が進んでいますし、うん、それから少子化とか、うん、それから一人暮らしとか、うん、あの核家族とかが、うん、あの増えてきて、家族がのサイズが小さくなっているっていうように、うん、都市的な傾向は長浜も出てきている、うん、そういう変容はしているんですけれども、うん、伝統的な価値観をすごく大切に守っているということがあって、まあ、そのためかあの性別役割分業に関わる固定観念が根強い。これどういうことかっていうと、あのその下にあるように男性は外で働き、女性は家事育児を家でするという、そういう女性はこうすること、男性はこうすべきであるっていうような、そういった性によって役割をこう決めるっていうようなね、そういう考え方ですね。そういう考え方が非常に強いです。でそれから、うん、あの女性も外で仕事パートでしてもいいけど、帰ってきたら家事育児もしてねっていう。そうですそうです。それは女性の仕事ねっていうような、そういう、ね、そういう外出てね。そう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 。そういう考え方が強いです。お前最近家荒れてるじゃんみたいな、あんたが片付けるよっていう感じではあるんですけど、なっちゃうよね。これあれですね。よく見るとほら昔話って必ずほら。おじいさんは山へ芝刈りに、うん、お母さんは何だっけ、川さん、川さん変わってないね、あの頃から変わってないな、変わってないです ね、うん、そうですね、不思議です ね、はい、やっぱあれか、なんかそのなんか習わし、しきたり、うん、でその下にある女性の就業継続意識は低いっていうのは、うんうん、あのお子さんができると一旦やめて、それでパートタイマーで復帰するというような、そういう考え方、それがいいっていうふうに考えている人があの長浜は多いんです。うん、あの今はもう全国的にこう継続していく、お子さんができてもでも仕事は続けるっていう傾向はもう、あのもうそうですね、過半数を占めています。50数パーセント占めてるんですけど、長浜とてもまだまだっていう感じで一旦やめた方がいいと。私の知り合いなんかもなんかあの同居ね、
三世代同居とかしてる人も結構いるんですけど、お子さんをそのおじいちゃんおばあちゃんで預けて、ね、ご本人は、ね、お仕事行って、でも帰ってきたらやっぱり家事を育児もしてるんですよ、ようやるなみたいな。それであのおじいちゃんおばあちゃんがちょっとね伏せてきたら介護もみたいな、今度、ね、っていう、ダブトリプルですかみたいな。すごい、うちはもう私はあの核家族なんで今はね、まあ、この先分かんないですけどね。やっぱり就業継続するっていうのは女性のその収入もきちっと維持できますし、社会的地位っていうのも確保できるので、やっぱり一旦辞めてしまってパートタイマーとかになってしまうと、ガクッと全てがこうなんていうかね、少なくなってしまうと、でそれが貧困にまたねつながっていったりとかする、女性だけになってしまって、高齢者の女性一人暮らしとかっていうとすごく貧困になったり、あの母子家庭とかね、あのこういう話をしていくとやっぱあの絶対ね、あの同感する方もいれば、もちろん異論反論ね持っている方もやっぱりあの少なからずおられると思うんですけど、例えばよく聞くのは、あのいやいやそんなあのなんだろう、例えば家族の健康をね誰が守るんだとかね、うん、お子さん3歳まではねやっぱお母さんが必要でしょとか、いろんな声聞きますよね。それはね、その人、その方、その方、そのお家、お家が選んでいけばいいことだと思うんです、何を大事にするかでね、ただ働き続けたいっていう人が働き続けられるようなその制度とか仕組みとか周りの環境作りっていうのもやっぱり作ってあげるっていうのが大事ではないかなっていうふうに。あれですよね、ご飯、まあ、誰が作ってもいいわけですね、そうなんです、向いてる人がやる、そうです、そうです、お仕事もあの向い、私やっぱ会社では仕事向いてないと思ったらそれはそれね、そうですよ、別のことを力を入れるわけ、なんかそれが最初から男だから女だからって分けるそう、性で分けるのではなく、そこですよね、個人が自分で決めればいいということですね。チャットをいただいても、としなさんありがとうございます。我々の時代は会社が終わって帰ってくると夜ですね、夜10時とか午前様が当たり前の時代でした。ジミーちゃんと同じ時代、ね、ブラックですねそして時代が進み、週休2日制の導入とか残業時間の規制とかでどんどん早く家に帰れるようになった頃には子供は大きくなっていました。あ、そっか、もうじゃあ子育てね関われる時間ってのはもう過ぎちゃったんですね。あ、そういう人は多いかも。ジミーちゃんもそんな感じか。まあまあそうですね、でも逆に本当に子供と関わる時間が欲しいのに仕事に追われて子供と関われなかったっていう男性の方多いでしょうね。そういう人も、男性の問題もありますよね、長時間労働の問題もありますよね。そこから変えてくるんですよね。じゃあた、ね、他人に保育園とか長時間預けてっていうね、それはそれでなんか あれみたいな。そうですそう、長時間にならないでほどほどにみんなが働けたら、まあ、自分の思ったと、ね、働きたい人は働くしというふうにね、家事が私は好き、そう選べればいいんですよ、やればいいし、あ、そっか、選べる、そっか、さあそんな今私たちがここでねいろいろあんなこうだと脱線しながらお話ししてたんですが、そんなのをね、この2日間、ね、みんなであのざくばらに語ろうというのが開かれるわけですね、はいはい、じゃあちょっとそのチラシの方を、ね、見ながら長浜女性会議第1回、はい、ちょっとプログラムとかご案内ください。はい、じゃあこれはひろべさんからかな、はい、はい、お願いします。長浜女性会議は7月の14日土曜日と7月15日日曜日に開催いたします。はい、14日は1時から、記念公演をします。基調公演ですね、はいはい、であのまずキラリキッズの合唱団で、あの歌で始まって、で開会式、で公演は滋賀県の取り組みを公演していただきます。で基調公演としては今活躍している注目の女性の方に、はい、ちょっとあの働く女性、まあ、代表としてお話をいただこうかなと思っています。はい、これなんかですね、望月磯子さんっていうんですか、はい、東京新聞社会部記者さん、うん、すごいですね、ね、はい、かっこいい、はい、結構注目の方ですね、はいはいはい、ちょっと注目すぎて頑張ってらっしゃる、はい、お子さんがね、小さいお子さん2人いらして、うん、40歳くらいだったかしら、あの旦那さんも、うん、あのあれですね、記者さん、超忙しいという方ですね、うん、時間を作っていただいたので、はい、ぜひなんかあの皆さんに聞きに来ていただきたいと思います。うん、そうですね、はい、
で7月15日、うん、日曜日は分科会を、うん、開催します、はい、で分科会はまず3つの分科会がありまして、うん、第1分科会は暮らしの悩みからの政策提言、うんうん、でいろんな自分たち の,、うん、生活の中での悩みとか、うんまあ、例えば子育ての悩み、うん、介護の悩み、うん、いろんなこういう悩みをみんなでざっくばらんに話し合って、うんうん、でそれをもうどういうふうに解決していこうかとか、うんうんまあ、どういうふうにそれを解決していこうかということを話し合いながらコミュニケーションを取っていきたいなと思っているのが第一分科会です、はいはい、で第二分科会は企業には限らないんですけど、うんまあ、女性 の, コミュニケーション力の向上ということで、うんうん、セミナーをしていただいてそのセミナー終わった後にグループワークをしていただきます、うんうんうん、で第三分科会は市民のパネリストによる討議で一応先生をお呼びして、うん、先生の講演を聞いていただいた後に、うん、市民の代表として、うん、来ていただいているパネラーの人と一緒にディスカッションしていただいて、うんでまあ、それを聞いていただくっていうことですね、うんうん、でその後、うん、その3つの分科会の報告を兼ねたシンポジウムを開催して、うんうんはい、で交流会、まあ、これはもう例えば第一分科会第二分科会で、うん分かれてしまうので、うんうんうんまあ、そこでまず皆さん合流して、うんうんうん、残ってお話ししたい人は、うんうんまあ、ちょっと簡単にお茶とお菓子を和やかにまた他の分科会の人と、うんうん交流してもらって、うんうん、いろんな自分の話を聞いたり人の話を聞いたりっていう、うんうん時間を作ろうかなと思っていい、ねはい、最後にそういうふうな形で2日間終わらせていただこうと思っています、うんうんなんか盛りだくさんの内容ですね。はいはい。この15日の、 この分科会始まる前後に、うん女性起業家、ね、っていうか、まあ、これから起業したいなって思っておられる、うんうん、起業家の卵みたいな方が、はいはいはい、自分のその企業 の, したいのいろんな作品を、うん、作品や、うんうんまあ、スキルですね、はい、例えばこんなこと私できるんですよチラシこういうふうにチラシを、うん、このチラシもそういう方に作っていただいたんです、はい、今回このチラシもそういう方に作っていただいたんですけど、はいまあ、そういう方のこれからの企業 の,、うん、きっかけになれるといいなっていう形で、うん、プチ体験とか物販をしていただく展示ブースを、うんうんうん、一応特設しまして、はい、でそこでいろんな物販とか、うんうん、あと、まあ、そういう体験がしていただけるような形で準備させて、はい、来られた方もそれを楽しむことができる、はい、そうです。出店している方もそこで例えばこれからのね、はい、企業に必要なその対人、ね、なんか接客とか。このコミュニケーションを取れるってでまた同じような人と知り合いになれる、ね、そうなんですよ。だからそういうきっかけになる場でもあるの で, で、ねまあ、一応この展示ブースされてる方というかその時は分科会の間は、うん、一応閉めることになってまして、はい、でこ の, 来られた方も、うん、参加していただくという形です。いいですね。はい。なんかねなんかね、タイトルが、ね、長浜の女性今そしてこれからっていうのがやっぱいいですね。この対策キャッチの、ね、これからをみんなで考えよ う, これそうです、ね、どんな地域にしていくかっていうこと、うんうんね、はい。さあ、ね、今日いっぱいを、ね、長時間にわたりましてご紹介いただいたんですけど、まあ、じゃあ最後にちょっとお二人それぞれからねまあ、この会議を通して、うん、伝えたいこととかあるいはここに、まあ、この会議を作るんでずっとこう三角してきて三 角,、うんうん、三角ですよね。三角です、はい、なんかご自身で中で気づいたこととか皆さんにこうちょっと伝えたいことこれからこんなこともみんなでしたいみたいなことあったらちょっと熱いメッセージをどっちからいく。じゃあ最後にあれですか、はい、ヒロさんの会議じゃあ最後の会長さんまとめてじゃあ私からちょっと先に行きます、はい、お願いします、はい、私は社会学を専門としていまして、うん、その専門の知識社会学の専門の知識とそれから大学の教員とかそれから研究者としてずっとやってきたその経験を、うん、経験がお役に立てるのではないかと思って、うん、それでこの授業に参画させていただいています。
でこの活動に参画することで、あの地域社会をより良くしていきたいっていう、あの広場さんのようなこういう方々とたくさんお会いすることができまして、うん、本当に良かったと思ってます。素晴らしいネットワークが、まだここに来て1年3ヶ月しか経ってないんですけれども、うん、たくさんの方がこの会議を通じて、あの企画を通じてこう知り合うことができたっていうのがすごく良かったと、嬉しく思っています。でこの長浜女性会議が、あの男性も女性も、あの誰もが主役になれるような、うん、そういうあの地域社会を作るきっかけになれればと願っています。はい、よろしくお願いいたします。これから応援したいと思います。はい、頑張ってください。はい、はい、じゃあひろみさん、はい、お願いします。はい、で私もあの男女共同参画っていうことにはあんまりちょっと詳しくなかったんですけども、うん、これをまず最初に日本女性会議に参加させていただいて、でいろんな方、松島先生とかいろんな方のお話を聞いて、この甲府地域長浜の女性がこの地域や職場や家庭の中で一人の人間、一人の人として活躍できることがすごく望ましいんではないかなってこう思い始めたんです。でそれはなぜかというと、例えば自治会の役員とか、まあ、自治会長とか子どもの学校の PTA の役員とか、そういうことをあの例えば家であのご主人の名前で受けた時にも、うん、まあ、8割9割、うん、あの陰で奥様が支えてるっていう場合が多々あるなっていうふうに感じて、であのそのやっぱこの陰の支えになって協力するその奥さんも本当やったらこうちょっと役員として名前を一緒にあげてもいいんではないかなってこう常々思ってたんです。でそういう時にこういろんな話を聞いて、であのやっぱ同じような仕事をしてるんなら、その2人一緒にあの名前をあげるのがあの本来の形でないかなって思い始めて、例えばどこどこの奥様とか誰々ちゃんのお母さんとかいうふうに呼ばれるよりは、やっぱあの名前で、なんかもうの名字、そう名字で呼ばれるよりは、もう京子さんとか悦子さんとかって名前で呼ばれる方がこう自分の個人を認めてもらってるっていう感じがすごいするなっていうふうにこう思い始めたんです。で私はやっぱ誰々ちゃんのお母さんでもないし、まあ、お母さんなんですけど、うん、そこはやっぱり皆さんに対しても名前で言うのがいいんじゃないかなと思って、うん、その夫婦の間でもこの縁の下の力持ちっていうのは、うん、その夫婦それぞれがいろんな場面で、まあ、お主人が助ける、奥さんが助けるっていうふうにしていくのが、うん、あの本来こう夫婦円満になっていくこう秘訣でないかなってこう思い始めて、うん、やっぱこのそういう身の回りの些細なこう疑問を感じたので、この会議を通してこの長浜の女性が男女共同参画だから参加ではなくて参画して、こう少しでもこの長浜にその男女共同参画っていうことを定着できたらいいかなと思い始めて、もう右も左もわからないママの私をこう皆さんがこう支えてくださって、もうこの開催に今近づいてます。そうですね、はい、もう2週間ちょっとね、はい、ですもんね。おー、いやなんか本当にあの行きたくなってきましたけどね。ぜひぜひ。ね、いやあのなんか本当にさ、あの今日ね、もうあの要するに時間に本当ありがとうございます。なんか伝わってくるものが、はい、ありました。やっぱあのそうですね、名前でっていうのはいいですね、はい、一人一人ねちゃんと名前がついてますもんね。はい、みゆきちゃんどうですか、ちょっと感想。私本当にあの17分の1の課題になってるのが、そのジェンダーがね課題になってて、しかも日本がそんな課題になってるすごいことに対して140分の114位っていうのがちょっと衝撃受けたんですよ。でうちの会社はまだ産休育休全然取ってくれていいよ、産休取ってもすぐにもまた戻ってきてねって言ってもらえる会社で、すごくありがたい会社なんですけど、それがまだ普通じゃない会社も多分いっぱいあるんで、これがどんどん普通になっていってくれたらいいなと思います。そうだね、うん、ジミちゃん、今日、はい、唯一男性代表として、はいはいはい、同席いただきましたが、まあどうなんですかね、こういう考え方が少しずつ広がっていくというか、得てしてこういうことってある面言いにくい場合もありますし、ね、言ってしまうとなんかこう反発食らうんじゃないかとかいう意見も
あることはあると思うんですけども、うん、でもそうしないとだんだん広がっていかないし、結局その先ほど長浜市が 8% というのはありましたけども、うん、あれやっぱり、ね、10%、20%、30% 上げていくためにはやっぱり声を上げていかなきゃならないかなと、うん、でそれをもっと広めていって、で多分反発する人は絶対いると思うので、うん、必ずでそれはもう気にしても仕方ないと思うので、うんまあ、そういう形で私たちもこう支援といった人を送れがましいですけれども、うん、何らかの形でこう協力したいなと思いますね、うん、男性にそう言ってもらうとすごいなんかありがたいですね、うん、心強くなりますね、はいはい、やっぱりその急激に変化するっていうのはやっぱり反発を招くと思うので、うん、ゆっくりと、うん、市民の皆様のこう、うん、ご理解を得ながら少しずつ少しずつ進めていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っています。やっぱでも外からやっぱ風を入れないとね、風を吹かさないとねなんかジュクジュクっとこうなんかね、で根を張るのはいいんだけどなんか上に育っていかないとかさ、なんかヒョロヒョロヒョロとかね枯れちゃったりとかするのと、やっぱりいい風を吹かせて風通しのいいなんか街っていいそうですね。はい、ということでね、今日の私の特集は、いよいよ7月の14日、15日にね、開催が迫りました第1回長浜女性会議、長浜の女性今、これからについて、広部京子さんと、そして松島恵子さんにね、お話を伺いました。これ、興味があるという方は、これで長浜女性会議で検索していただいたら何か出てきますかね、資料とかね。あ、こちら今出てますね、はい、連絡先で、直接、はい、市の、はい、人権推進課に、はい、ご連絡、はい、電話でもファックスでも、はい、Eメールでも結構です、はいね、よろしくお願いします、はい、まだまだ受付ね、ウェルカムだそうですので、はい、じゃあなんかキラッキラの街のためにでも生きてるんじゃないからね、自分のためですからね、自分がこうね楽しくねキラキラ輝いて生きていけるようなそんな暮らしやすい街になったらいいなと思います。はい、ありがとうございました、はい、以上今週の特集でした。はい、さあそれでは週末のおすすめ情報を参りましょう。めぐちゃんお願いします。はい、私からはとうとう第10回になりました川崎屋さんのフリーマイクです。はい、はい、今回もですねもうエントリー5人決まっておりますので、見に来ていただきたいということで、オープン18時半、スタート19時、あ、すいません、日にちが6月30日土曜日ですね、うん、はい、で入場料500円です。で自家焙煎コーヒー付きです。ぜひ皆様聞きに行ってください、はい、と翌日もライブがあります、うん、7月1日日曜日はですねリーファさんのライブです。あ、へー、ね、オープン7時、スタート7時半、こちらチケットが1500円となってます。で当日券のみで全席自由になってます、うん、ぜひこちらも皆さんお越しください。はい、お問い合わせは清水メガネ店さん、どちらも0749624543番までお願いします。はい、さあ4月1日、ね、日曜日琵琶湖の日はいろんなイベントがありますね。続いてもその日です。ジミちゃんお願いします、はい、あ、綺麗な写真、はい、はい、7月1日は琵琶湖の日ということで、うん、平成30年度琵琶湖養護湖一斉清掃というのが開催されます、うん、はい、開催日時は今ありましたように7月の1日日曜日、今年はね7月1日日曜日ですね、うん、で雨天決行だそうです、はい、午前8時15分から午前10時までの時間帯の中で清掃場所が、8カ所ありまして、うん、長浜方公園獣医広場、うん、南浜多目的グラウンド、湖北町、湖北野鳥センター、うん、横湖ビジターセンター前、雑賀地浜、奥琵琶スポーツの森、高槻西の水道、塩津浜といった、もう長浜でも北から南の端の方まで、ね、開催されるということで、うん、参加が、予定をされております、はい。はい。これは特に事前申し込みとかもいらないですね。ないそうですね。はい。はい、じゃあ8時15分ぐらいに、はい、そのどっかに行けばいいと。はい。はい。これね、去年建てた、ね、琵琶湖修好の100周年記念した、ね、うん、記念碑です。ガラスのこれはさっきの日曜日に撮った写真なんですけど、でも結構皆さんここになんか座ってくつろいでおられましたね、うん、はい、綺麗な琵琶湖にみんなでしましょう、はい、さあそしてそのね一斉清掃した後はぜひこれに乗ってみませんか。今年も開催します、はい、
琵琶湖の恵みに感謝特別企画琵琶湖プレミアムクルージングが今年も7月1日日曜日琵琶湖の日に就航します。去年はあのほら松浦洋子さんの、ね、ライブなんかもこの船上で行われたんですが、今年もライブがございます。ライブ出演はなんと我らがリーファ、そして吉笛のコンサートがあるそうです。10時15分長浜港に集合していただいた後、11時に今年はビアンカです、大きいやつ乗れます、はい、で竹生島を目指します。で午前中はこの船の中で、日本遺産琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産というテーマで滋賀県文化財保護協会の大沼さんによります講演が聞くことができます。そしてこれね、あの乗船料プラスお弁当も出るんです。はい、船内でお弁当を召し上がっていただくことができます。おいしいの。そして午後竹生島に入ったらもちろんね、宝厳寺とかあの筑布山神社の参拝、これガイドさんがついてくれます。で午後2時からまたビアンカに乗って竹生島からね、今度は今津の港の方に向かっていきます。はい、高島の方まで。で午後さっきご紹介したリーファとか吉笛のライブ演奏をお楽しみいただくほか、2つ目の公演としまして、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員桑原さんによります琵琶湖の宝石琵琶マスと琵琶マス漁というテーマで、この方の、ね、お話もすごいうまいんで、あの楽しいんですよ。はい、琵琶湖のね、あの固有種琵琶マスのお話とっても楽しくね、分かりやすくしていただけます。そして、私の缶バッジを作ろうということで、こちらは小中学生のみ対象なんですが、船内で缶バッジ作りなんかも楽しんでいただけます。で大体午後4時頃に今津港に到着予定、そこで解散ということになりますので、はい、で詳しくはね、お問い合わせになってみてください。長浜港からね乗って今津港で解散となります。でこれ、ね、実はあのもうあの一旦申し込み締め切ったんですが、ちょっとあのほら震、ね、地震が起きたのがあったでしょ、大阪とか、ね、はい、あの関係で若干ちょっとキャンセルがあったということで、急遽若干目のみまだ募集 OK だ、あの受付 OK だそうなので、旅行代金お一人税込み3,800円、小学生の方は2,400円、こちらにはさっきご紹介したビアンカ大型客船ビアンカの乗船料とお弁当代、そして保険代など全て込みとなっております。詳しくは、北琵琶湖広域観光協議会で琵琶湖高島観光協会の方、長浜観光協会どちらでもいいんですけども、今回は、ね、琵琶湖高島観光協会電話0740337101番までお問い合わせお申し込みお願いいたします、ね、長浜からの夏の琵琶湖楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、さあそしてもう一つですね、あの前回ご紹介しましたけれども、黒壁30周年記念事業トップを切って4月1日同じく日曜日の午後5時から黒壁に行こうということで、明かりのモニュメント、ね、検討されます。これは大体6時ぐらいからで、5時ぐらいからガラスと明かりのミュージアムということで、なんかこういろんなねガラスの工芸作品をこう照らすっていうのをね、あの、黒壁スクエア旧中心商店街一帯で開催されまして、街中マルシェとかね、それからあ特設会場で黒壁餅の振る舞い、どんなんだろうねなんか気になりますね。キッズスペースとかね、それからあのこちらでも少年少女合唱団キラリキッズの歌声コンサート、それからダンスなどいろいろ盛り上がること間違いなしです、ね、詳しくは黒壁グループ協議会電話0749653339番までお問い合わせになってみてください。あの検索してもねすぐ出てくると思います、ね、ということで、なんかあれですね、今週の日曜日はもうね琵琶湖長浜界隈でみんなで、晴れるといいですね。晴れる、そうだね、はい、という気になる、はい、週末お天気お願いします。ゆちゃん出しにくいなと思いつつ、じゃじゃーん実は晴れるんですよ。6月30日は曇りのち雨、最低気温24度、最高気温27度、降水確率 50%。 ただ1日晴れるんですが最高気温31度、かなり暑くなってます。熱中症などお気をつけください。降水確率 20% です。よかったよかった、とにかくあれだ ね、よかったよかった、はい、はい、そして来週のご紹介で、7月になります。7月4日はオーケストラを聴きに行こうということで、第1回目の演奏会7月の下旬に開催されます。湖北オーケストラさんにねフィーチャーしてご紹介します。かっこいいですよ、いろんな音がね楽しめます。来週もアクセスお待ちしております。ということで今週はこの辺で、長い時間お付き合いありがとうございました。また来週、おやすみなさーい。おやすみなさーい。来てね、来てね。